ベルギー一部サンジロワーズの日本代表 DF 町田紘喜26がプレミアリーグに移籍する可能性が浮上した。イギリスサッカーサイトスポーツウィットネスが24日、クリスタル・パレス、ノッティンガム・ F の2クラブが獲得に興味を示していると報道。22年1月に鹿島からサンジロワーズに加入した町田は今季公式戦39試合出場と活躍。 移籍金は1000万から1500万ユーロ、約17から25億円、になる見通しとい。